2023明治安田生命 J2 リーグ第22節ベガルタ仙台対徳島ポルティス、両チームの選手が入場してきました。剣道将来を期する両チーム、キックオフの笛です。今前半の45分が始まりました。左にエンドを取ったのがゴールドのユニフォームベガルタ仙台、今日は小畑が2試合連続でスタメンゴールキーパーとなりました。キックのところも非常に安定してますし、入りとしてはこのゲームといいかなと。縦に抜けてホヨンジュン、1人かわして、もう一度かわしてシュート、ベガルタ仙台先制。ホヨンジュン来日初ゴールです。前半戦なかなかゴールを決められなかったこのホヨンジュン、ホヨンジュ選手非常に入りが良かったですよね。あとはまあ前線に残ることによってこのパスを受けられたと思いますし、まあ、松下選手もそれをよく見てましたね。まあ、中島選手に見える格好をしながら自分の足首でクッというパスですよね。あそこをシンプルに打つのではなくて、右のフェイント左のフェイントを使いながら、まあ、最後相手の股を抜くところ、まあ、そこまで完璧でしたし、まあ、ファウルをしても落ち着きながらこのゲームにしっかりスタメンとして入っていくそのメンタルと、あとはゴール前の落ち着き、まあ、素晴らしいゴールだったんじゃないかなというふうに感じますね。キムテヒョンがスーッとそれを追い越していきます。木田、外のキムテヒョン、中にはホヨンジュ、木田のシュート、ここはスアレス右手一本でセーブしました。この位置でボールを触ってホヨンジュンですが、ボールを取ってワンツーで抜けていく西矢、クロス上げて西野、流れたボール流し込んでいきました。最後シュート放ったのは杉本。後半の早い段階で徳島が追いつきました。まずはこのセカンドボールをですね、強く丸選手が行ったというところと、まあ、再三前半から、ね、仕掛けている西矢選手のところがクロスで終わったところが良かったですよね。あとは少しね、先ほども言いましたけど、菊谷選手が前への意識を持ってくれというところで、阿部選手もうまくセカンドボールに入っていたと、阿部選手、森光大選手ですかね、はい、入っていましたし、まあ、それを中間ポジションに立ち位置を取っていたやはり杉本選手のところに転がってきたと、まあ、あとは最後落ち着いてね流し込むだけでしたけど、徳島にとっては大きなゴールになりましたね。まあ、メンタル的にも大きなゴールだったんじゃないかなと思ってですね。さあ柿谷が裏へ抜けていきます。柿谷中入れてシュートはクロスバーを叩いた。セカンドボール杉本シュート、これは今度ポストを叩く、最後はゴール大きく外れていきました。白井一人かわしてホギーのスライディング、そしてここで試合終了の長い笛。仙台と徳島